Day3 です。おはようございました。 Day3 ということで、今日はおにぎり3つ食べます。頑張ります。わかりました。50をバラした後なんでちょっとへこんでます。でも尺ですね。まあ、グラスロッドで楽しむにはちょうどいいサイズです。すごいですね。あれです。山が釣れました。午前中の釣りを予定通り切り上げ、今現在移動中です。お昼ご飯はセコマのカツ丼です。車中で食べます。待ってました。何行きますか。ようやく食事で一匹釣れました。38センチです。レッドバーン。どこがしはい、待った。はい、どうぞ。はい、ショコツコで芝桜ブッシュ。ショコツガーね。ショコツガー、はい。どうす。芝桜の味はしませんね。はい、2匹目、38センチです。優雅に出てくれましたね。頑張ります。はい、じゃあ最終日です。明日。芋バターです。一般的にはジャガバターと言ってますけど、ここは芋バターです。レモンサワー。レモンサワー。あと、あ、ごめん、あとグレープフルーツも。じゃーん。うまそうだな。バターが入ってる。3日目です。おはようございました。最終日となりました。ということで、4日目は、セコマのおにぎり4つと、おまけに。食べられなかったチキン。4日目です。さあどうでしょう。本命ですね。出ない。
撮ってるよ。ライズをしてるそうです。ライズしてるんだったらフックサイズ合わせた方がいいけどね。そこまあまあ GoPro で撮ってる。じゃあいいのかな。うん、30は超えてるね。多分ここでギラギラしてるやつだと思う。はい寄せ、はい寄せ、はい寄せ。何を遊ばしてんのよ。一気に寄せてこない大変だよ。あ、まずまず、はい、写真撮ってくれ。うわあ、そこ上げるよ。バレないかな。あ、やばいやばいやばい。下らないで下らないで。ここで勝負しねえと。いや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 、やばい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 。ここで勝負しない。取ろうか、もうサミで。あっ、雑雑。出たね。いやー、これで帰れる。でかいでかい。リールファイトまではいかなかった。
いやどけかようやく取れました。53センチのアメマスです。いや、あー手こずりました。53センチです。見てください。取りました。午前中で水温上がりましたが、上がってパッキングをした途端にこの雨です。雨に遭わなくてよかった。今日はついてましたね。電話で例えばこちらに行かれてて、わかりました。ちょっと安くなってくるんですか。いや、そうだね、安くなるから。あの黄色いトウモロコシはね、もう最盛期になったら150円だとか。締めはトウモロコシです。時期的にはちょっと早いんですけど、1本3等分して食べてます。うまいです。はい。空港に着きました。遅い昼、お昼ご飯です。三等価のラーメンを食べようと思ったんですけども、限定商品でもつラーメンがありましたので、もつラーメンを食べます。いただきます。